チャンネルです。はい、今日はなんですけど、この豪華ゲスト、とあるフットボーラーさんとタイの資格ブラズーカ、名前はブラズーカってタイだけど、はい、今日はコラボ動画ということで、はい、お願いします。今日はなんとキーパーと一体対決やります。はい、これはね、これ初じゃないね、見たことないね、あんまやってないよね。そうっすね、これね。で、ルール説明します。でルールは5本勝負で、まあ、まあここで5本勝負で、まあ、対決します。で、キーパーに、パスを出してリターンを受けて、まあ、1対1回避します。でブラズーカは3点以内で収めたらブラズーカの勝利。こんな感じで1対1対決やっていきたいと思います。お願いします。レッツゴー。お願いします。ドリブルしてったら出てきます。そうね、だから結構離さない方がいい。もう離した瞬間ガーッて出てくる。そんなイメージ。結構あのもう枠超えてくる。あいつだってもう世の中の枠超えてるじゃん。なんかそういうことね。なるほどね。うまく外せばいけるんだけど、結構なんかねしぶといから。最初はグーグーチャグーパイ。高校。そういうの出してこ。いやー。ゴー。最後まで行ったんだから。マジか。倒れてるの見てたもんな。じゃあ行こう。ピッ。走るのがちょっと変だろうね。見た。これですよ。これって言ったな。これ。こうなんて取ってないのこれ。これこれこれよ。これよ。これよ。見たでしょ。行こう。もうコースないよね、これ。きついよね。いやー、前で2本目。止めてるな。うまいか。言い訳いいから、言い訳はいいよ。これ決めないときついな。まだでしょ。2本。もうこれ以上決められたら俺負けでしょ。うわー、ほいっ。頼むよ。これはもう終わって、もう日頃やってるからね。これ読まれてんだね。これはもう分かった。これ読まれてんだ。さっきまではそこから振ってくるかなと思ったから動き上がったから景色が、あ、オッケーオッケー。じゃあそういうことか。さあ行こう。さあ、いいね、これだよ、ここ。よっしゃ。
いやでもね、何やってくるか分かんない、2人とも。あ、自分だね。うるさい、うるさい。ミーチですね。いや、まだ全然分かんない。今止めて。止めないと、俺負け。ちょっとね、何来るか分からなかったけどよ。いやー、うわ、でも今、惜しかったな、ちょっと。兄ちゃん、俺が決めなきゃ負けた。うわ、結構いい勝負だな。これまだ全然分かんないな。サドンデス持ち込まれたら。さあ。ラスト取り合っても行こうよ。あ、そっか、でもこれ決めないと10代俺が3カード残ってるから引き分け。やばいやばいやばい。やばい、やばい、ラスト10代の方だ。じゃあ最後これマジで、これマジで勝ちたい、10代。何がある。分かった今でも。見えた。もうあれね。サービスお願いします。お願いします。サービス俺はいい。俺はいい。勇気どうする。いややろうよ。もうちょいやりたい。もうちょいやりたい。サドンデス勝負とかしますじゃあ。そうだね。で、5本、3本以内に無視点を抑えたらとか。いいよ。第2戦。あ、そうしよう。第2戦目は。1、2、はい。じゃあ、2戦目いきます。2戦目が3本、3本勝負。じゃあ、俺は6本ってことや。そう、OK、無失点。無失点だね、そうだね、無失点。いやー、マジでやばい。まあでも、無失点近づるだからね。そうだね、いや無失点むずいな。1にすれば、1でいい。1ももらっていいですか。33ね。33、もう6本は必ずやる。で、俺1ね。あ、1、OK。Here we go。じゃあ、これもじゃんけんしようか。最後あげます。いやいや、さっき先行もらったんで。いや、違うよ、そこ。戦いだから。最初グー、先っぽい。アイスコーズ。アイスコーズ。アイスコーズ。ショー。あー！ここまで。やべ。Go！ やり方一緒ね。これですよ、見た。なんか、もう終わりじゃん、俺。これ、後がないってことでしょ。行こう、早く。裏通貨任しとこう。それでドベをなくしとこう、俺ら。ちょっと、どうしよう。行きます。さあ、ありがたい日だけど、すっごい痛いのよ。試合だったら1点じゃん。そう、下がられたからさ、あれ下がるんだと思って。じゃあだけど、1点じゃん、試合だったら。でもこれ1対1だから、分かんないのよ。どこで1点のか。最初に下がられたの初めてだ。確かに、確かに。普通止まるじゃん。よっしゃ。よし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 。これ決めて、もう、ブラズーカーはもう負けた。痛い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 
ネタ仕込まないと。やだ、もったいない。いや、美学があるから。試合中弾いたらね、反応するでしょ。決めないとビリだ。決めないとビリか。ゼロは。いきます。決めよう。全部カットでお願いします。おっしゃー、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。しゃー、え、これ俺勝利じゃない？うまかった。勝利。そういう冗談です。最初にどうでしたか、ブラズーカ。いやー、まあゲームの中ではさ、本番の試合の、うん、こういうシチュエーションってなかなかなくてさ、うんうん、なんかもっと早くタイミングで打ってくるから、あ、まあね、あの構えたり、まあ、待たなかったり突っ込んだりするんだけど、練習ではこういうのやるじゃん。やるね、よく、うん、やっぱそのなんていうのかな、またいろんなタイミングで疲れるから、もうすごい嫌なんだよね。どこで行こうかなって駆け引きがもうすごいからさ。そうだね。いやー、もうでも本当に悔しいや、悔しい。ピー入れなきゃいけない。どうですか、とあるフットボーラーさん。あの田中選手のシュートがうまい。僕ちょっと外しすぎたし、全然決めてないんですけど、やっぱあのゴール前の落ち着きがすごかったです。あとキーパーのね、このタイミングずらされたりとか、こっちのタイミングずらされたりとかで、ちょっと完全に今日はやられました。乾杯です。乾杯でした。あの1対1動画ね、概要欄貼っとくんで、そこでは結構やられてるんで。ね、僕も違うね、やっぱなんか違うね、これまた違うね。なんか俺は結構こういう外す動きとか、ちょっとテクニカルなもの、あの結構得意なんだけど、とあるフットボーラーさんは1対1とかスピード乗ったものとかね、スピード乗った状況っていうので違いを見せる選手なんで、だそこは結構出たかな、今日色が。ね、本当に結果、選手のキャラクターと結果がその種目で出ちゃったみたいな。結構これ面白い。いやでもこれトータルしてのやっぱフットサルだしね。そうだね。だからいろんな選手がいるから、まあこういうのを見てね、ちょっと勉強してもらったりね、学んでもらえたらいいと思うんで、ぜひマッチでやりましょう。またぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ウィーラー、リベンジします。いつかリベンジします。マジか、うわっ。